いらっしゃい。グルコもいらっしゃいね。あ、ベガスの店長もいらっしゃい。散布あ、ミサいらっしゃい。もしもし。なんで勝手に切るかいな。先ほどですけど、だって勝手に切るも何も、警察に行くって言ったのはあなたで、うん、話もう終わるじゃないですか。自分だって、旦那さんに申し訳ないと思って、その話をしたにもかかわらず、それで最終的に自分が質問したら、イエスマンにしかならないから、結果。イエスマンにしかできないから自分はじゃあその通りにしますってことを述べたわけですよ、放送中に。その通りだから。でも、それに対して自分がそれを言えば、あなたは気に食わない気持ちになる。でも、じゃあ自分が質問すると、今度気に食わなくなる。これじゃあ、自分どっちにも行かないんですよ。話が進まなくて。それで、あなたは訴えるってことを最終的に出しました。この放送をやったこと意味がなかったなって言いましたよね。そうですよね。だったら、もう自分は切るしかないじゃないですか。だって放送をやる意味がなかったら、あなたは訴えるって言ったんですよ、そもそも。違いますか？はい。ですよね。だったら、おかしな話ですよ。こっちだって、そうなりますよ。だってもう、破談したんですから。話が破談したんですよ。破談してないんだったら、自分だって悪いと思ってるんですから、旦那さんに。だったら自分だってそういうふうになりますけど、なのに、破談したにもかかわらず、なんで、そういう風になんで切るんですかって。おかしいんですよ。はっきり言って。そのことについてはあなたが間違ってるんですよ。そのことについては。他関係、これ物事に関しては、出来事に関しては、はっきりと俺が悪いですよ。言い方がちょっとおかしいから、悪く感じないかもしれないんですけど、自分も熱くなってるから。ただ、これじゃあ全部イエスマンになる。質問しちゃいけない。質問したら俺は言われる。これじゃ何もなんないですよ。はっきり。ちゃんと聞いてんじゃん。何がですか。あのさ、謝る立場だよね。謝る、だから謝、じゃ自分は質問してはいけないんですかっていう質問、よく聞けよじゃなくて、質問してはいけないんですか、うん、自分はっていう話に対して、違いますか。聞いてますか。質問してはいけないんですか。あなたは最終的に、まあ、どんな形にしろ、じゃあ訴えますってことを言葉に出したんですよ。だったらもう自分は放送をあなたに出す意味がないんですよ。だって、この放送をやってる意味、やった意味がないなってあなた言いましたよね。タイムシフト出しますよ。言いましたよね。言いませんでしたか？やった意味はないんだよって言ったんですよ。だったらやる意味ないでしょ？あんた訴えるんでしょ？違うのかよ。なあ。あんた訴えるっつったよな。おい、やってる意味ねえんで、てめえの声なんか出す必要がねえんだよ。分かってんのかよ、この野郎。あんまてめえ脅しばっかりんじゃねえぞ、この野郎。おめえとの解決は取っていくからよ。おい、てめえ、あんま舐めんだよ。上等だよ、警察行けよ。おい、てめえらが仕組んでるっていうな。おめえらがな、二人で仕組んでるって、録音取ってんだよ。あんま大人舐めんじゃねえぞ、この野郎。おら、バカ。うるせえ、消えろ、この野郎。バカ野郎。おめえ、おら、田舎者！ああ！舐めんじゃねえぞ、おら！バカだ、おめえ、おら！あんま舐めてんじゃねえぞ、おら！うるせえんだよ！なんだよ、おら！てめえの声なんか俺のな、音声で消せんだ、おら！てめえ、ぶったんだろ、さっさと警察行け、おら！行くんだろ？てめえ、ガタガタ言ってんだよ、おら！おい！あんま舐めんじゃねえぞ、おら！おい！おめえが言ったんだろな？やってる意味はねえってよ。俺はおめえに悪いと思ったから謝ってんだよ。何をかろってめえ警察に行くって最終的に言ったんだよ。何なんだよ、こらや。話し合いにも何もなんないじゃねえかよ。おい、説明しろよ。俺、物事が変わってんだからな。おい、なあ、彼氏さんよ。彼氏さんに詫び入れる話から話は変わってんだよ、今よ。もうそんな話じゃねえからな。わかってんのか。だから勝手に来んじゃねえよ。話になんねえんだからよ。話になんねえって言ったのあんただから。聞いてやれ。どっちや。バカ。
たくよ。ジャケットに来たカスラバー怒ったんちゅうねちょっとんじゃない意味がわかんないんだよ。まあいいや、まだ言わねえでいいよ。